疲れ様です。お疲れ様です。まずは朝鮮民主主義人民共和国代表に復帰しました。感想を教えてください。そうですね、まず選ばれたことを光栄に思いますし、選ばれたからには、全力で戦っていきたいと思います。アジアカップ予選ということなんですけど、国を背負って戦うというのはどんな気持ちですか？そうですね、毎回呼ばれるたびに高まるものがありますし、国を背負って戦えるというのはみんなが経験できるわけじゃないんで、嬉しい気持ちと同時にこうやらなきゃいけないなっていう気持ちが湧いてきますね。そういう意味では今週まず松本山川 FC 戦があります、はい。最近ちょっとメンバーが外れてますが、松本戦で出てしっかりと活躍してから代表に行きたいって思いがあるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか？そうですね、怪我してやっぱチームを離れてましたし、またこの代表でチームを離れることになるんで、チームには迷惑をかけるんですけど、まずしっかり松本戦、全員で戦って、しっかり勝って、代表を気持ちよく、行きたいと思います。松本戦に向けて試合に出るために今週の練習でこんなことをやっておきたいっていうのを教えてください。そうですね、まず自分のコンディションをどれだけ戻せるかっていうのをテーマにやりたいと思いますし、チームにすんなり入れるように、声かけであったりそういう部分で、自分の役割を果たしたいと思います。センターバックは、今ポジション争いが熾烈だと思います。そこを勝ち抜くために何が必要だと思いますか？そうですね、ポジション争いはチームにとってはやっぱりいいことだと思うんで、自分も必死に食らいついていけるように全員で切磋琢磨しながらやっていきたいと思います。ファンサポーターの皆さんは松本戦の勝利を、強く望んでいると思います。最後にファンサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。季節ホームに帰ってきて、J1 経験のあるチームと戦うことになるんですけど、もちろん選手たちは全力戦うんで、サポーターの皆さんも、一緒に戦ってください。よろしくお願いします。